志村さん、ファイト。志村さん、練習通りね。自分から行きましょう。志村さん、自分からね、自信持ってやってていいよ。そこしか切り切る。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。前に落とせ、前に落とせ、兄さん。相手前に落とせ。よしよしよし。兄さん、一回登って、相手の上に乗っかって。志村さん、やって。起き上がれ、起き上がれ。起き上がれ、起き上がれ。右手つかない、マットに右手つかない。ヒジさん、もう一回登るか、相手を自分の方に引っ張るかして、右手抜いて、右手抜いて、下井さん、頭上げ、右手抜いて、右手抜いて、下井さん、起き上がって、起き上がって、相手を返す動きとね、自分が登る動きね、そうそう、起き上がって、右手を抜いた方がいいよ、右手は来た、右手は来た、ヒジさん、ガードになる準備もしといてね、ダメそうだったらガードになってくよ。右手が抜けないと上には乗れないから右手の肘を抜くことね相手を自分の方に返してもいいっすよ仰向けにさしてもいいっすかね兄さんケツがね落ちてるからバックちょっと取れないからケツをしっかり乗せる相手の上にケツをちゃんと乗せていくケツの位置よ、ヒジさん、ケツの位置そう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 止まん止まんないもうちょい、もうちょい、もうちょいそう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 左肩に自分の顎ねここ粘って粘ってよしよしよしヒジさん、チョークのプレッシャーかけながら左足ねじ込んできますはい、ナイスナイスナイス4入った4入った4手入ったから4あんまり力使わないようにして残り3分解除してね体ずらして上取れるように右手十分入ったら左手しっかり入れてきますよあと3つポジションが大事ねヒジさんねポジション位置取りが大事前落とす前落とすちゃんと位置合わせて位置合わせて右手抜く右手抜くトップトップトップキープキープキープ兄さん前落ちない兄さん手マットにつかないですよキープキープキープちゃんとキープして低く低く兄さん、点数10点入って2分30秒あるからじっくり関節技取りに行きますよ腕十字とか狙いますからね、もうね手マットつかない、手マットつかない相手の背中ついて下がる、一回下がる、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 そっからオーバーアンダーで時間使っていいからそう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 一回伸ばしちゃっていいっすよ相手伸ばしちゃっていいっす腹出して、自分の腹出して、はいチョークセットアップして兄さん残り2分あるからまず足外してゆっくり相手の足外してからずらしてそうそうで締め気をつけてナイスナイス兄さんいいぞじっくり作っていこうじっくり作っていこう1分同じポジション戻るからヒジさん足大丈夫しっかり仰いでねヒジさん手マットつかない相手のその背中足だけ組まないように気をつけてね残り40秒ヒジさん落ちたら登る落ちたら登る手マットつかないラスト30秒落ちたら登るちゃんと登る手マットつかないよ後ろに下がってグリップされたら切って切ってそれ手切って手切って
り15。ラスト10秒。ラスト。じいさん足だけ気をつけてね。足気をつけて。じいさんクローズドで。